皆さん、こんにちは。パリ五輪を最後に現役生活にピリオドを打ったバレーボール元日本代表古賀紗理那さん、惜しまれつつコートを去った元キャプテンが今だからこそ本音を語っています。そこで語られたことは、これまでの歩みを振り返りながら飛び出す言葉は全て古賀紗理那さんの本心で、時折今の話さすがに書けないですよねと苦笑いを浮かべるほど際どい話題も上がっていました。しかしその言葉の端々から、彼女がいかにバレーボールを愛し、どれほど真剣に取り組んできたかが伝わってきます。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。バレーボール男子日本代表の西田有志選手と元女子日本代表主将の古賀紗理那さん28夫妻が、スポーツブル公式チャンネル石橋とアスリートが盛り上がって見たに出演しました。その中で古賀さんが現役バレー選手から妻の目線に変わった試合を明かしています。古賀さんはパリ五輪を最後に引退することを表明して臨んでいました。男子のイタリア戦を応援観戦した時はすでに女子の予選敗退が決まっていました。古賀さんは、選手の時はこうやって打つんだと、そういう目線で試合を見ていたんですけど、イタリア戦はお願いお願いっていう感じで見ていた。サーブ打つ時はお願い入れてとずっと祈っていましたと明かしました。ホストの三田由里香さんから、一人のアスリートというより妻としてと聞かれ、古賀さんはずっとそういう気持ちで見ていましたと振り返っています。そんな古賀紗理那さんは現在の女子バレーの課題についても別の媒体で語っています。考えて動ける選手が圧倒的に少ないと述べていますが、それはどういうことなのでしょうか。古賀紗理那さんの言葉は辛辣でした。すごく言い方が悪いかもしれないですけど、このままじゃ負けるし苦しむと思います。それぐらい女子バレーは本気で変わらないと絶対に勝てない、危機感しかないです。なぜそう考えるのでしょうか。考えて動ける選手が圧倒的に少ない、それは選手個々の問題でもあるけれど、これまでの環境も大きいと思っていて、私も含めてほとんどの女子選手は小学生、中学、高校、ずっと言われたことをやるだけ、指示を待って動くのが当たり前だった。だから自分で動いたり考えたりできないし、できる土壌がない。だから正直に言えば、日本人選手を相手にして戦う V リーグはすごく楽でしたと語ります。古賀紗理那さんは東京五輪からパリ五輪までの3年間を一番成長できたと振り返っています。実際に V リーグや皇后杯の決勝、ここぞという場面での決定力や勝負強さは群を抜いていました。それは食生活を含めた日々の生活から体作りを徹底し、より高く飛ぶ早く動くためのトレーニングに取り組んできた成果に他ならないでしょう。ただ楽でしたと語った真意をこう続けます。私に対してどういう対策で臨んでいるかすぐわかるんです。だから私はその逆に打つ、それでバンバン得点を決められたら、普通は試合の中で対策するけど、最初から最後まで古賀に対してはここを締めてここで守ると決められた通りにしか動かない。自分で考えられないし、指示待ちの選手が多いから V リーグでは楽に決められるって思っていましたと述べています。考えているか考えていないか、最もその差が顕著に出たのがブロックだと古賀紗理那さんは述べています。確かに日本のアウトサイドヒッターの中で古賀紗理那さんはブロック力もダントツでした。勘で飛んだと話すのを何度も聞いていましたが、勘の裏には飽きるほどに見た映像と目の前で相手がどう動いているかを判断する力があったということなのでしょう。データや傾向だけじゃなく、試合中に相手の飛び方や助走の入り方を見れば、だいたいどこへ打ってくるかわかる。むしろそこでこっちへ打つと見せかけて逆をついたり、お互いが私はこうするけどどうすると考えながらぶつかる、その駆け引きがバレーボールの楽しさだと思うんです。相手を見て動けているか考えてプレーしているかというのは、ブロックの位置取りができるかできないか、そこを見るだけでもわかると思いますと述べています。自身も指示待ち人間であったと述べているのですが、徐々に変わっていったとも述べています。転機は日本代表で主将を務めてからだと言います。きっかけはかつて日本代表の主将も務めた木村沙織さんの存在でした。
ともに180センチを超える大型アウトサイドヒッターで、サーブレシーブもして攻撃でも中心を担う。高校生の頃から古賀紗理那さんは木村沙織さんと比較されることが多かったといいます。木村沙織2世やポスト木村沙織と評されるたび、沙織さんに申し訳ないと苦笑いを浮かべていたそうですが、経験を重ね考えてプレーできるようになった今は、よりはっきりと木村沙織さんとの違いを理解できるといいます。沙織さんは勝負どころでも一人で頑張って自分が決める、本当にすごいんです。その姿勢は尊敬しかなくて、私もそうなりたかったけど、私は一人じゃ決められない、周りの選手にやってほしいこと、助けてほしいことがいっぱいあったから、もっと全体がこうすれば点数を取れる、自分もより点を取れる状況が作れるから、こうやって組み立てた方がいいんじゃないかと考えるようになったんです。だからセッターに対してはトスをこうしてほしいと言うし、ミドルやサイドの選手にもどんな時も助走に入ってきてほしいと伝えてきたし、言うからには自分がやらないとダメ、どう動けばいいか、どうやって攻撃をしてブロックするのが一番効果的なのか、めちゃくちゃ考えるようになりましたと、考えるということの意味を述べています。これは後悔とまでは言わないが、その思いが本気で上手くなりたい子に指導したいと考えるようになった大きな理由でもあるとしています。さて、もう過去の話だけどと切り出した話に驚かされた点がありました。実はパリオリンピック後のワンシーズン、トルコのワクフバンクに来ないかとオファーがあったんですと語ります。世界最高峰のトルコリーグに属するワクフバンクは、かつて木村沙織さんも在籍した世界のトッププレーヤーが集うトップクラブ。出された条件も破格だったそうです。最初提示されたのは1億円、もう引退するからと伝えたら、じゃああと3000万から4000万プラスするから来てくれないかって、お金が全てじゃないけど、それだけ評価してもらえることはありがたかったし、海外でのプレーに興味がなかったわけじゃない。もしも1年前とか2年前だったら行ったと思います。でももう辞めると決めた後だったので、私はできないとお断りしましたと話します。オファーがあったのは今が初めてではありませんでした。東京五輪からの3年でトルコ、イタリア、アメリカ、各国リーグのクラブからだけでなく、日本の JT マーベラスでプレーしたアンドレア・ドルーズからも、アメリカにできる新しいリーグで一緒にやらないと連絡が来たこともあったといいます。興味がないわけではなかったと言いながらも、なぜ海外でプレーする選択をしてこなかったのでしょうか。答えはシンプルでした。東京五輪を終え、再びやると決めた時点で、古賀紗理那さんはパリ五輪をゴールと定めてきたからでした。プロとして生きる異国の選手たちと戦えばスキルは向上するかもしれませんが、短い時間で言葉の壁や環境に適応できるか熟慮した末に、古賀紗理那さんは日本で体作りから見直し、パリ五輪で悔いの残らない最高のパフォーマンスをして引退するという道を選んだのです。だから破格の契約金や年俸にも踊らされることなく、自ら決めた選択を貫き、パリ五輪を最後に引退したということでした。いかがだったでしょうか。今回は古賀紗理那さんの語る日本女子バレーボールの今後と引退後の生活について見てきました。これらの考え方のベースには、リオデジャネイロ五輪に落選した2016年に父雄星さんからかけられた言葉があったと振り返ります。選手として生きるよりもそれからの人生の方が長いと、当たり前のことなんですけど本当にその通りだと思ったし、だったら私は自分が一番いい時だろうが悪い時だろうが、ここでやめると決めて、そこまで頑張ってまた次の楽しみを見つけたいと思った。それ以上の理由はないですね。お金をいくらもらえたとしても、選ぶのは自分で、生きるのは自分の人生。いつか復帰するだろうと無責任に言う人もいるけれど、私の決意は固い。これから先も選手としてやることは絶対にないですと断言する通り、古賀紗理那さんはどこまで行っても自身の考えをしっかり持っている方なのだということが分かりました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。